鎌倉。鎌倉は、現在の神奈川県鎌倉市の中心部にあたる地域。源の頼朝が創設し、北条時政、北条義時らによって実権が継承された、鎌倉幕府が置かれた都市であり、三浦半島の付け根に位置し、相模湾に面している。古くは、鎌府、連、府とも呼ばれた。三方山に、一方を海に囲まれている。 鎌倉は、鎌倉時代には、日本の政治において、最も重要な位置の一つを占めていた。12世紀末から14世紀半ばの1333年まで、幕府が置かれ、鎌倉文化が全国に広がった。近代に入ってからの鎌倉には、鎌倉文史と呼ばれる作家、美術家などの文化人が集まり住み、いくつかのドラマや小説などの舞台にもなってきた。 現在の鎌倉は、中世の鎌倉とは断絶した地割りであるが、古都保存法によって、乱開発が規制され、古社寺や史跡、神奈川県唯一の国宝建築である、円覚寺社利殿を含めた文化財が比較的多く残る。また市が観光振興に力を入れていることもあり、観光を主な産業として今なお繁栄する。本校では、歴史都市、文化都市、 観光都市としての鎌倉について述べることとする。鎌倉の市街地は東、北、西の三方を山で囲まれ、南は相模湾に面した天然の要害である。東、北、西のいずれから鎌倉に入るとしても、鎌倉七口と呼ばれる山を切り開いた狭い通路、切り通しを通らねばならず、防御のしやすい土地柄であった。 鎌倉幕府初代将軍の源の頼朝がここを拠点としたのは、不祖ゆかりの土地であったこととともに、こうした地理的条件による部分が大きかったと思われる。市街地の北西には、源氏山、92メートルがあり、山並みは、高徳院、鎌倉大仏の裏手を通って稲村が先まで伸びている。市街地の北から東にかけては六国見山、四十七メートル、太平山、 159メートル、天内山、141メートル、衣張山、120メートルなどの低い山が連なり、逗子市との境にあたる飯島が先、和歌江島方面へ伸びている。市街地周辺の山はいずれも標高100から150メートル程度だが、標高の低い割には、急坂やアップダウンの激しい山道が多とされ、市街地北方の大根道には、鎌倉アルプスの別匠がある。 現代の鎌倉市域は、南は、相模湾に面し、北は横浜市、東は、逗子市、西は、藤沢市に隣接した区域で、面積は39.5平方キロメートルである。これは、周辺の腰越町、1939年合併、深沢村、1948年合併、大船町、大船町、1948年合併が、 合併した後の地域である。古代の鎌倉はこれよりずっと狭い地域で、前日の東、北、西の三方を山で囲まれた地域に相当し、いわゆる、旧鎌倉、イコール鎌倉七口の内側にあたる。これは、鎌倉市内の市街地郊外に位置する諸地域にも、北、鎌倉、鎌倉山、西鎌倉、鎌倉寿司ハイランド等、鎌倉を名乗る地区があり、 これらと区別する場合にも用いられる。なお、旧鎌倉の外側にある北鎌倉地区、旧大船町は、鶴岡八幡宮のすぐ、西、小袋坂霧同士を超えた地域にあるが、最も鎌倉らしい風情を残す地区の一つであると言える。鎌倉時代後期には、鎌倉の範囲は、東イコール六浦、横浜市金沢区、西イコール編、瀬川、藤沢市境、 南イコールコツボ、逗子市、北イコール山内、横浜市栄区にまで広がった。なお、現在の横浜市南西部、大船戸塚区、瀬谷区、区、泉区や藤沢市の一部、大船境川より、東側を含めた地域は、鎌倉郡と呼ばれた、1948年消滅。現在の鎌倉市街地、旧鎌倉地域の主要道路網は、 鎌倉時代の都市計画に基づく王子の名残をかなりとどめている。すなわち、鶴岡八幡宮から由比ヶ浜に向かう都市計画上の中心線としての若王子がその代表と言える。このほか、東側を並行する小町王子、現在の通称辻説法通り、三浦道と同じく西側の今王子、同、今、工事が南北線の帰還王子を成していた。 さらに東西線の帰還王子としては、北側、山側から順に、三の鳥居前の横王子、下馬四つ角を通る大町王子、道、結が浜通り、大町通り、名古屋道等、さらにその南側、海側には、浜の大鳥居屋と、旧一の鳥居前で若宮王子と交差する車王子、道、琵琶皇子、本郷寺浦寿司等があった。このため、かなり歪んだ形ではあるが、 南北三本、東西三本の六王子により、五番の目状の道路網が形成されていた。このうち、現在では、車王子のみ、一部が廃道となっている、六地蔵近くから鎌倉第一小学校前、浜の大鳥屋と鎌倉女学院前を通り、閻魔橋を渡った約100メートル先で中絶。 高世の横須賀線工事によるものであるが、小町王子の魚町橋と横須賀線三浦道踏切の間にある大山歩道から再び東方向に名古屋方面に抜ける細い寿司が残っており、車王子の名残が伺われる。なお、この辺りの古町名を辻町という大町の内を町橋南から踏切を越えて材木座の内元八幡辺りまで、かつてここが 小町王子と車王子の辻に当たっていたためであり、今も辻の本教寺、辻の薬師堂等の名称にその縁を残している。なお、上記の帰還王子の名と現在通称されている道路名とには紛らわしいものがあるので注意を要する。特に紛らわしいのは小町王子と小町通である。小町王子は辻開橋から材木座までの由緒ある王子で、 その両側には、幕府交換、御家人の屋敷が並び、特に、大町四つか土井南は、当時の鎌倉随一の繁華街でもあった。このため、日蓮のいわゆる辻説法も、この王子のあちらこちらで行われたものと考えられ、今も王子の2箇所に、辻説法後の記念碑、大町の本教寺門前、及び小町2丁目が建てられている。今ではこの付近は、 完静な住宅街となっている。一方、小町通りは、鎌倉駅前から鶴岡八幡宮までの比較的新しく名付けられた観光土産屋通りであるが、現在では多くの行楽客で賑わう一大観光スポットとなっている。また、現在、琵琶工事と誤って呼ばれている第一章の前の道は、かつての車王子の一部である。なお、大子は、 若宮王子の内下馬四つ角から車王子、四つ角の間の区間が、琵琶城に歪曲してたことから、琵琶工事と呼ばれていたとされる。鎌倉には、縄文時代から、弥生時代にかけての遺跡もあり、杉本寺、長瀬寺、天縄神明神社のように創建を、奈良時代と伝える社寺も存在する。また、万葉集にも登場し、三浦半島から、房総半島へ抜ける。 古代の東海道が通っていた、立領体制した、相模国鎌倉軍の行政の中心となった。なお、そがイルカだとを祈願するために、日立国の鹿島神宮を訪れた、藤原鎌足が、木とに霊夢によって鎌を埋めた土地であることから、鎌倉と命名されたとする伝説がある。これは、鎌足の末裔である。 藤原頼綱が将軍の地位についた鎌倉時代中期以後に成立した伝説と見られ史実ではないが中世から近世にかけて多くの知史に再録されて広く信じられていた平安時代末期には平直方が館を構え平忠綱の乱鎮圧を源頼信に委ねて以来川内源氏ゆかりの地となったしかし鎌倉が 歴史の表舞台に登場するのは、源頼朝の登場以降である。奈良時代から平安時代中期にかけての鎌倉の実情については、資料が乏しく、あまり明確ではない。公平六年、1063年、源頼地下は、優位後鶴岡、鎌倉資材も座に、鶴岡は神谷として、川内源氏の氏神である、川内国石川軍。 つぼいのつぼい八万宮を勘定した。この年は、頼り近が、道の区の安倍貞党を打ち、前九年の役が終結した翌年である。頼り近は、宇治神として進仰する八幡神に戦勝を祈願していた。そして、戦いの後、京都郊外の岩清水、八幡宮に勝利を感謝し、本拠地の河内国つぼいに、つぼい八万宮を勘定し、 川内源氏の東国進出の拠点である鎌倉に、八幡神の文霊を祀った。これが、今も、鎌倉の中心である、鶴岡八幡宮の起源である。それから一世紀以上経た、自称四年、1180年、頼近の八者子である、源頼朝が鎌倉入りした。頼朝の父、吉友は、頼近以来ゆかりのある鎌倉の亀ヶ谷に館を構え、 よりとものイボアに、吉平の大倉合戦での活躍もあり、関東に強い基盤を持っていたが、平治の乱、平治元年、1159年で、平の清盛との戦いに敗れ、関東へ落ち延びる途中終わり国で殺害された。これがウ人ジンであった、若きよりともも殺されるはずであったが、清盛のママ母にあたる、池前義の除名単元で許され、 摂津源氏の源の頼政一族の治療国でもある、伊豆の昼ヶ小島へ流された。それから二十年後の自称四年、1180年、持ち人王が頼政の着手の、前伊豆守る源の中綱を通じて、全国の源氏に発した領事を報じた頼朝は、流刑先の伊豆で、兵士打倒の兵を挙げる。頼朝の軍は、石橋山の戦い、神奈川県小田原市では敗北して、一旦、 安房、千葉県南部へ引き下がるが、ここで軍勢を整えて、続く藤川の戦いでは、平これもりらの軍勢を圧倒する。関東を平定した頼朝は、不祖ゆかりの地であり、天然の妖怪である鎌倉に入り、大倉、大倉という場所に館を設ける。現在の鶴岡八幡宮の東方、清泉女学院小学校のあたりがその館跡で、ここは後に、大倉、 総幕府と呼ばれるようになる。同じ事象4年、1180年、頼朝は、八幡宮、鶴岡若宮、結和若宮を、結合鶴岡から、小林号へ移す。小林号は、現在の鶴岡八幡宮の所在地であり、鶴岡は地名ごと移動してきたことになる。なお、結和神宮の旧地には、今も、元八幡という勝者が残る。以後、 鶴岡八幡宮は鎌倉の象徴となり、都市計画は八幡宮を中心に行われた。樹永元年1182年には八幡宮の表参道が整備された。現在も鎌倉のメインストリートである若宮王子がそれである。当時、水田の中の道だった若宮王子は、石を積んで周囲の地面よりかさ上げする工事が行われた。現在、段カズ 段かずと呼ばれている、両脇の車道より一段高くなった歩道はその名残で、ある。鎌倉時代あるいは、鎌倉幕府の始まりをどこに置くかは、研究者によって見解が分かれている。どの年を、鎌倉時代の最初の年とするかについては、上に挙げた以外にも、二三の説があるが、武士の町としての鎌倉の始まりは、頼朝が鎌倉に。 館を構えた1180年と見てたいかないであろう。この時点から、日本の政治体制は変化し、明治維新まで700年近く続く、武家社会、封建社会が始まったのである。川内源氏の源の頼朝の家の整形の、将軍は三代で途絶え、三代将軍佐根友が多い、佐根友の兄である二代将軍、頼家の子の苦行に殺害されてからは、 北条氏が実権を握ることになる。この当時、12世紀末から13世紀初頭は、京都の中央政府、陰性の力も衰えておらず、中央、と、首都と鎌倉の二元的支配体制であったが、上級三年、1221年の上級の乱、後鳥羽上皇が倒幕くわ立て、北条義時の追悼を命じるが、失敗して、沖きに入るされる以後、鎌倉側の政治的優位は、 決定的となり、鎌倉は、明日ともに、日本の行政府所在地となったと言える。北条氏は、引き氏、三浦氏、和田氏など、ライバルとなる、恐れのある一族を、次々と滅ぼし、石家将軍、新能将軍を名目的な将軍として擁立し、自らは、執権として、幕府機構を掌握した。 鎌倉幕府は13世紀中頃以降は、現行という大事件があったものの、政治体制は一応安定していた。13世紀後半には、県庁寺、円楽寺をはじめとする禅寺が建てられ、鎌倉大仏が造立され、鎌倉後山の成立や日蓮が活躍するなど、仏教文化が大いに栄えた。その後、現行をきっかけに、幕府財政は逼迫し、 内官僚の長崎市の戦王などで、地方では悪党が活動する。こうした中で、五代醐天皇は、討幕を加わらる。現行三年、1333年、天皇の意を受けた、新田義貞軍は、鎌倉を陥落させ、北条高時ら一族と家臣は、東照寺合戦において自決し、鎌倉幕府は滅亡した。務の申請においては、関東統治のため、 鎌倉将軍府が置かれ、足利高氏の弟である忠義が、成長新童を報じて派遣される。三十五年に、北条氏の残党勢力による、中仙台の乱が起こり、鎌倉が奪還されると、討伐のために赴いた高氏が戦後に、鎌倉を拠点に、県務政権から離反する。足利軍は三十六年に、京都を奪還し、京都に武家政権を成立させ、 南北朝時代の浄和5年、昭平4年、1349年には、鎌倉江高氏のこの元氏が派遣され、東国支配のための出先機関として、鎌倉府が設置される。その長官が、鎌倉区房。室町時代には、鎌倉府は、京都の幕府と対立し、影響の乱などが起こる。厚生元年、1455年、五大区房の足利茂氏は、 室町幕府側と対立し、下佐国庫が茨城県古河市に逃れて、以後、古学坊となる。永翔9年、1512年には、北条総雲が現在の鎌倉市を船に小田原城の市場である玉縄城を築いた。明王7年8月25日、1498年9月20日に発生した明王地震で鎌倉は津波に襲われた。 高徳院の大仏殿は、津波で倒壊して、鎌倉の大仏が牢座となったとする説がある。大田道館が江戸を形作り、近世には武家政権が成立し、鶴岡八幡宮は徳川家康、秀忠の保護を受け社殿の修理も行われたが、大田道館を排出した鎌倉が、以降の政治の表舞台に立つことは、もはやなかった。江戸時代中期、上京2年。 1685年に徳川光国が自身の鎌倉機構をもとに編纂させた新編鎌倉市が刊行されると鎌倉の名所、史跡の数々が世に知られるようになり鎌倉は江戸近郊の遊楽地となった鎌倉七口、鎌倉住居、鎌倉重意、実生などのいわゆる名数もこの書に基づいているなお1706年三年刊行の書物 風俗文鮮、森川巨六船の鎌倉の府の孔には鎌倉の名所や短歌などが記載されている。近代になると鎌倉は海水浴場や観光地として栄えるようになる。また鎌倉文史と呼ばれる多くの文虎が誕生した。現代の鎌倉は多くの史跡、観光地、そして良好な自然環境を残す住宅地を有するエリアとして発展している。 武家による社会の仕組みや文化は武家のこと鎌倉から広がり日本人の価値観や行動様式に大きな影響を与えてきた。これらの精神的文化的遺産は政治、経済、宗教など様々な分野において武家政権消滅後も日本人のよりどころとして多くのものが現在まで受け継がれている。鎌倉時代には鎌倉文化が栄えた。 仏教では、従来からあった、新言衆取り衆に加え、鎌倉新仏教、全衆、浄土衆、自衆、日元衆など、が交流し、全国に広まり、その後の日本人の宗教のあり方や、方向性に、多大な影響を与えてきた。また、同時代において制定された、仏家政権独自の方である御成敗式目は、土地占有者に、その所有を認める、土地制度や、 法理と根拠に基づく裁判という考え方を形作り、現代にまで引き継がれている。この時代には、東国の鎌倉と西国の京という二つの中心が、出来、武士が日本各地の土地を支配した。遠隔地間や南相、元との貿易も盛んになり、戦火が輸入されたことにより、貨幣経済が広がった。これら背景に為替制度が誕生するなど、 鎌倉時代はその後の日本における経済的発展が準備された時代ともなっていった。鎌倉文史とは、神奈川県鎌倉市に住む、あるいは住んでいた文学者の総称。早くから横須賀線が通り、東京の出版社へのアクセスも良かった鎌倉は、多くの文学者や美術家、芸術家に好まれた。夏目漱石、芥川龍之介、国木田ドッポ。 川端康成、おさらげ二郎をはじめとする文みらが鎌倉に住み、あるいは鎌倉を舞台とした作品を残している。21世紀に入ってからは40年ぶりに鎌倉ペンクラブが復活し、新鎌倉文史と呼ばれる複数の有名作家が鎌倉に移住したが、養老武史は移住者ではなく生まれも育ちも鎌倉である。鎌倉文史の一覧についてはリンク先を参考のこと。 1900年、明治33年5月発表の、鉄道昇華第一周東海道編、大和田竹木作史、全64番では、東海道本線を外れてわざわざ、横須賀線、当時は、東海道線の支線に入り、鎌倉に4番を咲いている。作者が、京都、大見八景、多宰府天満宮など、歴史的な土地に、 相当な執着を持っていたからと言われ、鎌倉に関しては後には、葉山に別荘を構えたりもした。北条下根時が邸宅内に作ったとされる武家の文庫。鎌倉の東の結界である、六浦、商名寺、横浜市金沢区よって、長らく守られてきた。あず鏡の主要編山地でもある、金沢文庫は、現在の行政区分では、鎌倉市ではなく、横浜市に属するが、 鎌倉文化を語る上で書くことができない。伊藤博文らによる復興を経て、現在は鎌倉時代を中心とした所蔵品を展示公開する神奈川県立の歴史博物館となっている。商名寺からの帰宅品を中心とする国宝、重要文化財を含む古書籍等の文化財を保管し、調査研究、展示するための施設である。 2007年には東文庫に保管されていた木造大徳明王像、正明寺の達中、光明院の所有が運慶作で、あことが判明して話題になった。観光客の多い鶴岡八幡宮周辺から東に延び、六浦、横浜市金沢区へと続く道が、古にに六浦寺と呼ばれた金沢街道。幕府の交易港であった六浦港の商人たちが、塩屋、 海産物を運ぶ潮の道として栄えていた。鎌倉で最も古い歴史を誇る杉本寺など、風情の深い寺が多い。周辺は山深く、入り組んだ宿の中にひっそりと古刹が佇む。海に面する南を除く、北、東、西の三方を山で囲まれる鎌倉には、豊かな自然を楽しむことができる、ハイキングコースがある。鎌倉の山は、 標高100メートル程度と比較的手軽に楽しめることもあり、特に休日は多くのハイカーで賑わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。